きそうですよね。ここからだと山麓の砦まで転がりそうです。これで消えてくれよな。ゲラゲラ、はいはいはいか。放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。これで消えてくれよな。さすがはギル、ここまで攻め込んできましたか。ですが、ここで引くわけにはいきません。我らの主力を尽くし、命を果たしましょう。思い知らせてやれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。敵の足場を崩し戦意を損。どうにもならん。敵将打ち取ったぜ。師匠、この働きはどういうこと。やればできるならいつも全力でやりなさい。これで消えてくれよな。良い場所を見つけた。ここに向かって進軍を。私の知力が破れようとは。敵将打ち取ったぜ。ああ、素晴らしく輝いていらっしゃる。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。
この働きはどういうこと？やればできるならいつも全力でやりなさい。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まれぬ。狙いを定まった。敵の足場を崩し戦意を損。はい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 。芝居殿、諸軍が一斉に退却を始めました。そうか、ついに諸葛亮が言ったか。将、追撃できるか。いや、それは少し面倒くさいことになってます。交代する諸軍の隊列は全く乱れてませんし、奴らの退却路にはいくつも罠が仕掛けられてます。下手に追えばこっちに大きな被害が出そうです。それも諸葛亮の仕業よ。奴は攻勢の中退路にも策を講じていたのだ。まさに天下の奇才。もう奴ほどの敵と出会うこともないだろう。父上、これで当面は食も語も動けまい。これから先は内なる敵、葬儀を蝕む輩と対していかねばな。